海上自衛隊第73期航空学生です。航空学生は海上自衛隊が有する航空機のパイロットや戦術を中心に目指す学生のことを言います。山口県下関市に所在する大月航空基地の上で約2年半の教育を受け、約4年後に航空の学生がミニマーを取得して全国各地の部屋に赴任します。そしてこの航空基地では航空学生によるファンシードリルをお楽しみください。Oh.
ですよね。ダイナミックなテンポと躍動感あふれるリズムで奏でられる音楽をお楽しみください。
次は波を表現した流れるような重操作をご覧ください。
以上です。以上です。第73回。